アン、PRC-77 アン、PRC-77 は、米国製の携帯型軍用トランシーバーである。通称、マンパックと呼ばれる本機は、ベイアソシエーテッドインダストリーズ社製の、コンバットネットラジオ方式を用いた、HF 帯、および VHF 帯を使用する短距離、双方向の音声通信用携帯無線機である。アン、 PRC-77 という名称は、米国の軍用電子機器の命名規則に従ったものであり、アン、PRC は、アーミー、ネイビー、ポータブル、ラジオ、コミュニケーションを意味している。1968年に、ベトナム戦争で使用されていたアン、PRC-25 を改良した後継機として登場したのが本機である。外観こそ、アン、 p r c 二十五とほぼ同じであるが、内部はモジュールが統配合されており、アン p r c 二十五のネックであった、送信最終段の真空管をトランジスタ化しているのが特徴である。すでに米軍では、大部分がシンスガーズに対応したアン p r c 百十九やアン p r c 百四十八に置き換え済みであるが、オーストラリア軍やスウェーデン軍、オーストリア軍、 パキスタン軍などの軍隊組織や一般警察では、通常の FM 通信機と交信が可能なため、現在でも使用されている。アン、PRC-77 は RT-841 トランシーバーと少数の部品から構成されている。本機は、トセック、KY-57 音声暗号化装置とともに、用いることで、モードと呼ばれる、安全な音声通信が行えるが、 シンスガーズ方式の周波数ホッピングモードは備えていない。米海兵隊ではザ・プリックと呼ばれている。ありがとうございます。